はい、それでは始めたいと思います。薬を起動します。で、UI キットのですね、そうですね、Google マテリアルを使いましょう。Google マテリアルをクリックします。ここでズームインアウトのトレーニングをちょっとやってみたいと思います。もうとにかく早いですよね、ズームも。ちょっともたついたりするんですけどね、ここまでデータ入ってると。とても軽くてスムーズです。もっとズームしましょうか。さらにここですね、ここまでズームできるんですね。で、一気にじゃあズームアウトしてみましょう。はい。で、これはですね、今、トラックパッドを使ってるんですね。ピンチインアウトで操作をしています。ちょっとやってみましょうか。はい、こんな感じでもうとてもスムーズにズームインアウトします。ちょっとじゃあぐるぐる回してみましょう。はい、これも今2本指でやってますけども、とてもねスムーズなんですね。軽いんですね。これがもう本当にこの XD を使うもう最大のメリットがこの軽快さだと思うんですけれども、それではですね、コマンド0、まず覚えてください。全体表示です。そして 100% はコマンド1です。で、倍の 200% はコマンド2、コマンド1で 100%、 コマンド0で全体表示。これはですね、ぜひ覚えておいてください。途中途中でですね、つなぎに使えますので、で、スペースバーを押すと手のひらツールになります。まあ、Adobe の製品共通ですね。そしてコマンド、スペースを押しながらコマンドキーを押すと虫眼鏡のツールで、例えば拡大したところをドラッグすると一気に その拡大した状態で作業を始められると。100% ですね。で、200%、100%、そして全体表示と。で、スペースバーで手のひらツール。で、その状態で、スペースバーを押した状態でコマンドキーで虫眼鏡ですね。で、ドラッグして、ズーム。というようにですね、まあ本当、いくつかしかないんですけれども、これだけ覚えておくだけでもう全然スピードが違います。ですから、ツールパネルにで切り替えるっていうのを極力やらないで、ショートカットで覚えてやるということですね。ズームもドラッグして、で、場合によっては 100% に戻したり行ったり来たりするっていうことですね。これが特に意識しないで、ショートカットキーを意識しないでできるようになると、もうさらに速くなると。で、ここでオプションキーですね。スペースコマンドオプションで、マイナスの虫眼鏡ですね。これはですね、ぜひやってみてください。作業しながら覚えていくものなんですけれども、あらかじめ作業入る前にですね、覚えておいてほしいと思います。そしてオプションキーを押しながら、このマウスを使ってホイールを動かすとズームインアウトにもなります。これもですね、慣れてくるとこっちの方がいいかもしれません。そしてコマンドシフトプラスでズームですね。で、コマンドマイナスでズームアウト。まあ、どれがいいか、その作っているプロトタイプの内容によってこれ変わってくると思うので、これもですね、ぜひいろいろ作りながら試してですね、で、テクニックも改良していくと。コマンドマイナスでズームアウトですね。コマンド0で全体表示。ぜひ覚えてほしいと思います。